ラストボックスでございます。今日はザ・ソウル・ホークス・カルテットと、名乗っておりまして、この4人組で、やっていきたいと思います。アルバムができて、で今からアルバムの曲をやるんですけど、その前に今全曲見せちゃうっていう新しい試みをやってみました。そのアルバムの曲を全部やります。じゃあそのアルバムの名前が One Year というアルバムなんですけど、次の曲は、That's All Folks で One Year です。See you.
喋りますね。はあ、やっと喋れる。すごい緊張感。すごいよ緊張感。感じられる。もう本当に良かったよ。大丈夫だった？大丈夫だった、ね。え本当？大丈夫。ちょっとさ、5曲目と6曲目さ、間違えちゃったからもう一回。あとで時間あったやろ。時間あったらね。いつもさ、自分のライブはさ、ノリで乗り切ってるからさ、もうなんか
誰も喋んないからどうしようと思ってほんと心臓出るかと思った、まあ、黙っても勝手に MC やってくれるからあ、そうなんだと思って聞いて今日はやれって言われるかなと思って、あ、やってください。じゃあ、あ、はい、アルバムの曲7曲入りでもう6曲全部やってあと1曲なんでそれで終わりです最後の曲は結構2、3年前ぐらいからライブではずっとやってて、でオケも作って一応自宅でレコーディングしてサブスクに上げてたんですけど、今回ちょっとこの今やったようなワンイヤーの空気感でもう一回撮り直して作ったっていうやつが最後の知らないという曲になります。というわけで今日いっぱい、はい、来てくださってありがとうございます。嬉しい、本当にすごい小日向さん、組織の皆さんも、ホリデーというか関さんとる方、まあ、さんも、私の高校の同級生のモク君も、本当にありがとうございます。あとコバさん、本当にこういう場を、やってくれて本当に感謝しています。ありがとうございます。西谷源一、キレたり社長のフォックス、あっという間なんだよね。そうだよ、だってアルバム20分しかないじゃんじゃあやろうか。はい、じゃあ知らないと
ありがとうございました。本当にありがとうございました。ツイートされると思うんですけれども、私リミューというアイドルをやってるんですけれども、この度卒業することになりまして、12月16日金曜日に、キルチャリー向本真中の卒業イベントが決定しました。イエーイ、来ました。すいません、お待たせしてしまって、なんか4ヶ月ぐらい待ってるの、本当すいません。大塚ハーツプラス、ここはプラスじゃないよね、プラスで夜帯、昼、あれ、あ、金曜日だから夜だ、夜に、今回この企画のパブルコメットクラッシュボリューム17として、今日が16だよ、夜が17だよ、18だよ、あ、じゃあ18だとして、やることになりましたので、皆様よろしくお願いいたします。あ、そうだ、忘れてた、ほらよ、ありがとうございます、ありがとうございます。今日はハロウィンだからさ、私さ、こういうさ、タトゥーをね、刻んできたわけ。あ、で、桑野さんには入れてないけど、この方にも入れたし、西谷さんにもなんか入れたんだけどさ、なんかちょっと、なんていうの、空気が重すぎて、私のタトゥーが浮いてた気がする、今日。ごめんね。かわいいでしょ、でも。あぁってこと。こういうことがあるから、ダメだよ、ステージでの水飲むからね。ということです。はい。じゃあやろうか。うん。やってやるね。こっからなんか緊張感がだいぶちょっと抑えられるステージになると思います。よっしゃ、やろう。うん、アーコールありがとうございます。ありがとうございます。
ビールを片手ビールとマイクでそれかっこいいなと今弾きながらなんかすごいなじゃありょうくんも片手にギター片手にビール難しいのでそれはとっても難しいねじゃあ最後の曲最後の曲だこれ、はい、悲しいけど私の汗拭きタオルはすいませんビールを床にもう汗拭けないじゃ最後は今回出たアルバムの前って2018年だからもう4年も前なんですけど、うん、その時の表題曲っていうかチャイムという曲をやります。That's all box でした。ありがとうございます。That's all box カルテットでしょって今言いましたね。あ、ちょっと待ってちょっと待って。何？MC 言った？MC？ 23日。あ、11月23日に視聴室でライブがありますがチケットがなくなっててたんですけど、さっきキャンセルあったから。今1枚追加しといたよ帰りに言えばよかったね。ああ今だってもうチャイムみんなさこうやってみんな iPhone 見てたら悲しいよ。まあいいかそういう時間にしてじゃあチケット取ったり聞いたりしてください。あ、そうですね、リミューのもツイートされてますからね、お願いいたします。あ、すいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。Thank you.
ホークス